ズムールとは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦であり、ズムールと旧ミサイル駆逐艦のネームシップである。アメリカ海軍作戦部長であったコエルもズムールと、ジュニア海軍大将にちなんで命名された。徹底した、傾斜平面造形からなる、タンブルホーム型船型、方針の収納機能、マストの廃止、レーダーアンテナの全面的、固定フェーズドアレイ方式化などにより、 在来のステルス設計鑑定と一線を画する高度なステルス性がある。建造費は43億ドル。ジェネラルダイナミクスャバス鉄工所にて建造されて、2011年11月17日、最初の船体ブロックが船台に据え付けられ機構となった。2013年10月13日浸水し、2015年12月7日、バス鉄工所を離れて、海上公務を開始した。 2016年5月20日に海軍に引き渡し、10月15日に収益、初代艦長は、ジェームス・カーク大佐。メリーランド州ボルティモアから、カリフォルニア州サンディエゴへ開港する途中に、パナマ運河内で故障し、近くのアメリカ海軍施設まで栄光されたこともあった。実戦配備後は、佐世保での運用も予定されている。バイはニュースハット・アザートン、ケル・シーィー。 ズムワルト・デストロイヤー・デリバード・ツー・ザ・ネイビーハーラン、IA、ポピュラー・サイエンス、http w w w p o p s ッ c o m ズワルト・デストロイヤー・デリバード・ツー・ネイビー2016年5月23日、閲覧。米最新エステルス艦、ズムワルト収益司令官、中老名指しで牽制、挑戦に対処、重要な役割。産経ニュース。 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ161016スラッシュ wor1610160032-n1 と html ハット。米海軍の最新鋭駆逐艦がパナマ運河で故障、栄光される。AFB 通信。 http://www.afppb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3108981米海軍サセボニステルス艦想定共同通信 http://dis.kiji.is スラッシュ70464227878567944ありがとうございます